その日から正直になった話。小川未明。あるところに気の弱い少年がありました。いい少年でありましたけれど、気が弱いばかりに嘘をついたのです。自分でも嘘をつくことは良くない、卑怯なことだということは知っていました。もうこれから私は嘘はつかない。と嘘を言った後では、いつも少年は心にそう思うのでした。けれど、それは悪いと思われないような場合もありました。例えば、病人に向かって、この間よりもずっとお顔の色がよくおなりです。と言うと、実際はそうでなくても、病人を喜ばすものである。こんな時の嘘は必ずしも悪いのでない。もしそういうことができれば、僕は昨夜お化けを見たよ。と言って何か畑の中にあったものを見て空想にふけったことをまことしやかに友達に話すとつまらなそうな顔つきをしていた友達らが急に目を輝かして近くそばへ集まってきて、君、本当かい?と言うのであります。ああ、本当だ。と少年は熱心に空想したことを見たことのように話すのでした。この少年の嘘というのは、大抵こうした罪のないちょっとみんなを面白がらせようとする種類のものでした。自分の嘘は決して悪い嘘ではないのだが、それでも言ってはいけないものだろうか。と、少年は自分の心に向かって尋ねました。それはいけないに決まっている。嘘をつくのは人間として卑怯なことだ。と、自分の心と思われないなんだか年取った太い声が答えます。この時同時にそれを打ち消すように自分よりずっと勇敢な生き生きした、やはりそれも自分の心と思われないような声が、そんな嘘は言ったって差し支えない。小説でも文章でもみんな嘘のことを真実らしく書いてあるのじゃないか。と言いました。少年はこの二つの異なった自分の心のどちらに従ったがいいか、迷ってしまいました。小説は嘘をつくものだということは分かっているが、お前の言うことが嘘だと分かれば、誰もお前を信じなくなるだろう。と、年取った太い声が言いました。こうして少年は、常に自分の良心を咎めながら、気が弱いので、ついみんなを笑わせたり、喜ばせたりしたいために、嘘をつく癖を改めることができなかったのでした。その嘘は無邪気なものであっても、それを本当にした人は、後で嘘ということがわかると、馬鹿にされたと思った。そして、だんだんみんなは、この少年を信用しなくなったのでした。お前はいい子だけれど、体裁のいい嘘をつくので、悪い子になってしまった。と、少年のお母さんは言って泣かれたことがあります。その度に少年は自分の悪い癖を改めようと努力しました。気の弱い少年にはなかなかそれができなかった。つい知らずに嘘を言ってしまうのでした。そうした後ではいつも深い後悔をするのでした。何でも長い間にできてしまったことは容易のことで改まるものでないごとく、こうした癖もまたその一つです。ある夏の日のことでありました。少年はいつものように学校から帰って外へ遊びに出ました。友達はどこへ行ったものか往来へ出てみたけれど、誰の姿も見えませんでした。これはきっと川の方へ遊びに行ったのだろう。自分もその方へ行ってみようと思いながら、少年は往来を歩いて、だんだん
村外れの寂しい方へとやってきました。道が三方に分かれるところがあります。ちょうどそこにあった石の上に腰掛けて、一人の男がぼんやりとした顔つきをして休んでいました。その男は旅の人のようです。少年が歩いていくと、旅人はにっこりと笑いました。少年は優しいどこかのおじさんだと思うと、急に懐かしくなりました。おじさんのお家は遠いとこなの?と少年は聞きました。こんなに優しいおじさんがもし近くであったら、自分は寂しい時に遊びに行こうものを、と思ったからです。遠いところとも、汽車に乗ったり船に乗ったりしなければ行かれないところなのだ。と、旅人は少年の顔を見て笑いながら答えました。そう言って旅人は思い出したように両方のたもとを探り、また懐などを探して困ったなというような顔つきをしたのです。おじさんどうしたの?と、少年は旅人の前に立ちながら尋ねました。タバコを吸おうと思ったが、マッチをどこかへなくしてしまった。と、旅人は答えました。マッチがないの?この辺にタバコやマッチを売るうちはないかしらん。と、旅人は言いました。売っているところはないけれど、僕、マッチを持ってきてあげよう。と、少年は言いました。旅人は少年の言葉を聞いて、喜ばしそうな顔つきをしましたが、考えながら、おじさんは日の暮れないうちに、また遠くまで歩かなければならぬのだ。某のお家はよほどあるだろうから、タバコを吸うのを我慢していこう。と、言ったのです。少年は目を輝かしながら、すぐに持ってきてあげよう、と言って、あちらへ向かって駆け出しました。旅人は少年の親切を無にしてはいけないと思って、黙って微笑みながら、その後ろ姿を見送っていたのです。少年は、近くに友達の家があるからそこへ行ってマッチを借りてこようと思いました。一生懸命にかけて森を曲がると友達の家が畑の中に見えました。彼は元気づいてその家の入り口まで息を切らしながらたどり着きました。彼は友達の名を呼んだ。けれど返事がなかった。いないのだろうか。と、少年はがっかりしました。しかし、自分は友達のお母さんを知っているから、家へ入って頼もうと思いました。彼は家へ入りました。けれど、家はみんな留守であって、誰もいなかったのです。畑へ行っているのだろうか。少年はこうつぶやくと、仕方なしにその家から出て、今度は知っているおばあさんの家へかけて行ったのです。自分の家へ帰るよりはまだその方が早かったから。おばあさん、マッチを貸しておくれ。と少年はその家へ入るなり言いました。マッチかい?さっき私は目が悪いので土瓶の水がこぼれたのを知らずにいたらマッチがみんな濡れてしまった。火がつかない。それは困ったことをしたな。と、おばあさんは目をくしゃくしゃさせながら答えたのです。少年はがっかりしてしまいました。どうしてこんな回り合わせになったかと思いました。これでは自分はあの旅人に対して嘘をつくことになってしまう。旅人は急いでいるのだ。と思うと少年はとうとう自分の家までかけていってマッチを握ってすぐに旅人のいるところへ走っていきました。旅人はかなり長い間少年の戻ってくるのを待っていました。
しかし、どうしたことか、なかなか戻ってきませんでした。なんといっても、子供の足だからな。と、旅人は言いました。そして西の空を眺めました。夏の日もいつしか傾きかけていたのであります。旅人は黙って行くのは悪いと思って、遅くなるから出かけますよ。坊ちゃんのご親切をありがたく思います。旅人より。と書いて石の上に残して男は去りました。少年はつい遅くなって旅人に嘘を言ったと思われはしないかと心配しながら走ってきてみますと、もうそこには旅のおじさんはいませんでした。少年は石の上に残してあった紙切れの文字を見ると、旅人は少年の言ったことを決して嘘には思わなかったばかりか、深く心に感謝していたことがわかったのです。このことは、少年の心を深く感動させました。もう自分は決して嘘を言っては悪いと思いました。そして正直というものは必ず相手を感じさせずに置かないものだと知ったのです。それから少年は正直な子供となりました。